こんにちは。訪問介護と、障害者自立支援と、移動支援という宇都宮市でやっている、地域包括支援事業というものをメインに3つでやっています。ビジネスサポート導入前は、1日に何件も、その分からないことがあったりとか問題が生じた時に電話なり事務所に来て、その対応するっていうことがすごく多かったので、その時間に取られて、次の予定が押してしまったりとか、存分に準備ができずにそのまま行くみたいなことも結構多かったので、それがすごく、今後の課題になってくるなとは感じてましたね。主に従業員が問い合わせをしてくる内容というのはほとんど決まっておりまして、それについて簡単なマニュアルを作って従業員に配布していたんですが、なかなかそのマニュアルを読んでもらえないとか、読むよりも実際私に直接聞いた方が早いということで、なかなかそのマニュアルを作った意味がなかったということがありました。ドコモの社用携帯を使っていて、その営業担当の方に聞いたところ、社用携帯やパソコンでわからないことがあった時に電話をしてそれを解決してくれるというサービスを知りました。導入した結果、従業員から1日 3,4 件わからないことが問い合わせで私にあったんですが、それがほとんど3日に1回とかほぼなくなって普段の業務にを滞りなく、サービスができると思います。利用者さんからすれば、何度も電話をして私のことを見てくれないというよりも、わからないことを一度電話してすぐ解決すれば、あ、私のことをちゃんと見ていてくれるんだなという、よりプラスなイメージにつながると思います。定額で、無制限の、プランを使っていて、ごまごましたこととか、何度も同じようなことでも気楽に聞けるっていうのがあるので、1回1回に料金がかかるってなると、やっぱり躊躇しちゃうところもあると思うので、そこがないのはすごく大きいと思います。その介護業界自体がすごく古い体質で紙ベースだったりとか、本当にアナログなことが多いんですけど、そういうのがデジタル化されてったら、今の効率の本当にそれこそ2倍3倍どころじゃ効かないと思うんですね。デジタル化するときに結局今までアナログでやってきた人たちがわからないっていうんで、時間を取られてしまうんで、そこをビジネスサポートみたいな、そういうサポートができる人たちがしてくれたら、介護業界も今より効率的にもっといい仕事になるんじゃないかなと思います。